日本とアメリカは同盟国であり、ここ最近、この2国間での合同訓練の実施回数が増えつつあるようだね。日本とアメリカという2国間の連携を密にすることは、とっても重要なことだよね。この間はステルス機のみでの合同訓練も開始されていたからな。そうだね。さて、今回の主題はステルス戦闘機の日本アメリカ合同訓練の様子について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。アメリカのインド太平洋軍のホームページに、戦闘機写真がアップされたよ。KC-135 空中給油機を中心として右に F-22 ラプター4機、左に空自 F-35 ライトニング 2A 型4機が従っている V 字飛行時の様子となっているね。2021年4月1日、日本周辺海域で開催された日本とアメリカの合同軍事演習の一コマなんだけど、ホームページにアップして誰の目にも触れるように設定した目的は、言うまでもなく日々軍事的圧力を増大させている中国に向けて、デモンストレーションを行ったというところかな。いずれにしても、この訓練には日本とアメリカの第5世代戦闘機が共に参加したということになったんだ。じゃあアメリカの F-22 の所属基地はどこになるの？実はどの部隊の所属機なのかは公開されていないんだ。ただし、在日米軍基地にはラプター戦闘機は配備されていないことはわかっているから、国外から演習に参加するために飛行してきたと推測されるね。この合同演習が KC-135 空中給油機を随伴したということから推理すると、現状ではレーダー捕捉が困難とされている F-22 ラプターや、F-35 ライトニングの作戦行動範囲の広さを誇示する目的ではないかとも思われるよ。誇示する相手は、言う必要もないようだが、中国だろうな。逆に言えばアメリカはそれほど中国を意識している、重要視しているとも考えられるぜ。これ以前の3月16日だけど、空自の F-15J イーグル4機とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型4機が KC-135 空中給油機と一緒に合同軍事演習を行ったという報道があったね。この3月の合同軍事演習は東シナ海の上空、つまり中国にも近い空間で行われたんだ。ということは、刻々と増大する中国軍の脅威に対して尖閣諸島を含む日本の防空能力の有能さを、直接的にアピールする見せつける目的だったのではないかと想像してしまうよね。導入部分でも紹介したけど、日本とアメリカの合同軍事演習は最近特に回数が増えているように見受けられるよ。直近の2019年度には延べ1245日という高い数字になっているから、近年の統計から合計を見ると2014年は1265日、2015年度が1319日、2016年度が1124日、2017年度が1198日、2018年度は1247日だね。右肩上がりに増加しているとは言い切れないけど、2014年度以降恒常的に1000日以上を記録しているってわけ。参加した部門の内訳は2019年度1245日は、統合幕僚幹部が 7.3% で92日、空自が 13.1% で163日、陸自が 31.7% で395日、海自は 47.7% で595日になっているよ。数の比率も多少のズレはあるんだけど、3部門の参加パーセンテージは少ない順に空自、陸自、海自という順番には毎年大きな変化はなく、そのまま推移したと見受けられるね。さて、上記の通り、海上自衛隊の演習参加回数が一番多い理由はすぐ理解してもらえると思うよ。地図を見れば一目瞭然。日本は世界でも有数の領海や排他的経済水域を抱える海洋国なんだ。普段の生活で感じることはあまりないかもしれないけど、台湾やロシアとの国境ギリギリの遥か遠くまで日本の島々が多いってわけ。別の表現をすると、本土面積に比して領海が広すぎるとも言えるよね。またここ数年、肥大する一方の中国の海洋進出を無視することはできないよな。特に西太平洋方面への脅威が増えていることを考慮すると、海事に対応する海上自衛隊が演習参加回数が一番多くなるのは当然といえば当然のことなんだろうぜ。よく見ると海事の合同軍事演習実施場所は南シナ海というケースが多くなっているように見えるよ。ということは、中国が直接実効支配を進めようとしている海域に対して、牽制を行っていると言い換えることもできるのではないかな。中国に対するアメリカの動きだけど、ニュースなどでも話題となったクアッドクワドリラテラルセキュリティダイアログをご存知かな？日本語訳では日米合印戦略対話という、この体制はアメリカ、日本、インド、オーストラリアの4カ国で協力してことに当たることを目的としたものだね。4カ国による会談ということではあるんだけど、対中国包囲網ということに間違いはないだろうね。
クアッドの参加国であるインドが主催したマラバール合同軍事演習にはこの4カ国が参加したんだ。ただし、最終的にインドがオーストラリアの常時参加を認めなかったから、オーストラリアは招待参加という位置に止まったみたい。インドがオーストラリアを敬遠した理由だけど、2020年6月にインドと中国がヒマラヤ方面の国境係争地域で物理的な衝突が発生したことがあったんだ。この結果、死者が出る惨事に発展してしまったよ。インドはこの事態に懲りたのか、それともあまり厳しく包囲網を固めて孤立させると、中国が逆切れして暴走しかねないと危惧したのかもしれないね。中国とインドはヒマラヤ山地を挟んだ隣国だからな。チベット問題でも何かと揉め事が起きているし。だからこそ、インドは紛争の種を少なくしておきたいのかもしれないね。オーストラリア自体に含むものはなくても、アメリカ、日本と同様な扱いをしたら、中国にいらぬ警戒心を抱かせてしまう恐れがあるから、オーストラリアに譲歩してもらったのではないかと推測するよ。中国は南シナ海を自国の領海と主張し、勝手に領有を宣言したよね。本当に勝手だけど、そうだね。この行動に対して台湾、フィリピンを含め周辺の国々が不快感と同時に危機感を覚えたはずだよ。しかし強大な中国への対抗策をまとめ上げるにしても、一枚岩で協力する体制にはなっていないんだよな。中国の軍事伸長に怒りを感じながらも、各国それぞれの思惑が絡み合っているので、これといった手立てが見出せないというのが正直なところだろうぜ。不満や不安を中国に覚えてはいるものの、相手の巨大な軍事力と経済力を侮ることはできないよ。オーストラリアも、実は最近まで中国が最大の貿易国だったんだ。経済的にも複雑に結びついているわけだから、簡単に対立ということは政治的にも難しいんだろうね。こういった内情が透けて見えるからこそ、中国は高みの見物を決め込んでいられるってわけなんだね。悔しいけど、それもある意味の真実だな。言うまでもなく中国の軍事力は日々拡大しているぜ。しかし実際の経験という点ではちょっと話が変わってくるんだよな。近代化した電子戦術など、テクノロジーは日々進歩しているから、それに対応しなくてはならないもんね。果たして中国が対応できるのかと疑問に感じてしまうよ。テクノロジー分野ではインドの発展が目覚ましく、中国がインドのサポートを得られれば最強かもしれないけど、今の状態ではテクノロジーの進歩を中国は恐れているのが現状ではないかな？というか、個人的にはそうであってほしいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は野球についてだよ。みんなは、野球のホームベースってわかるかな？そんなのわかるよ。小学生なんかがグラウンドで野球をするときよく書くじゃないか。そうそう。そのホームベースなんだけど形は覚えているかな？うん、五角形だよね。正解だね。でも、ホームベースって昔は四角形だったんだ。それって他の一類、二類、三類と同じ形だったってことなのか？そうだよ。なんでわざわざ四角形を五角形に変更したりしたのかな？それはね、実は審判がピッチャーの投げ込んだボールを判定しやすくするためらしいんだ。ホームベースが正方形だった場合、審判がホームベースを見るとダイヤの形に見えるよね。そうなると、ボールがダイヤの角の部分を通過した時にストライクとボールの判定がかなり難しくなってしまうんだ。だから、審判から見てダイヤの形をしていたホームベースの向きを、正方形に見えるように置き直したんだ。すると、ピッチャーが投げ込む球とベースの向きが平行となりストライクの判定がとてもしやすくなったそうだよ。そして、正方形の状態で設置してしまうと、ラインとの間に三角形の隙間ができてしまうんだ。そこに、三角形を追加することにより、現在の五角形のホームベースが完成したそうだよ。なるほど、プロ野球なんか、165km で投げるんだから、審判もすごいよな。ほんとだよね、野球もいろいろ試して今の形があるんだね。そうだよなら今日の動画は終わり。明日もまた見てね。